フーリアポンチです。2020年になりました。一発目の動画です。見てください。そして新年明けましておめでとうございます。いろいろあった2019、やりたいことだけ視線集中、でも嫌なこともちらほら、それに追われて一日が終わる。それは当然だって虹の父、でも人生は一度きり、惰性で生きてくのはなんかな、気持ちもすごい中途半端だ。自分の居場所探しの旅は遅くとも35で終わりってどっかの本に書いてた。それ見て思ったマジでか。試したい自分の伸びしろ、今ちょっとだけ背伸びしよう。自分の好きなもん1個か2個だけ突き詰められたらきっと最高。登録お願いしますね。